はい。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3続きをやっていきたいと思います。棺の祭事場に戻ってきました。で、まずはちょっとアンドレでいいんだよね。今度こそアンドレで大丈夫なはず。種火だから。錬成炉とは違うから。あんたか。武器を鍛え、ちょっと待って。あ、種火を渡す。ファランの種火。不死体の種火か。ファランの監視者たちがその武器を鍛えたという貴重なものだ。俺に預けてくれるとは嬉しいじゃないか。特別な奇跡も変質強化に使用できる。初体験だ。俺も大腕が鳴るってもんよ。ははは。え、何ができるようになったの？変質ができるようになった。ちょっと見てみよう。わかんねえ。重厚鋭利、熟練、炎、毒。毒増えたね、多分。あとなんだ？これ戻すやつ。重厚は、あれか、筋力補正か、171プラス52だから、まだやっぱ筋力が低いよね。223だから、蘇生の方が若干強い。鋭利は、技量か。これも200ちょいまでしか伸びないから、まだ蘇生の方が強い。で、熟練は両方か。これも200ちょいだ。で、今、筋力の方がちょっとだけ高いから、やっぱり重厚の方が強いっていう感じだね。なるほど。まあ、これは能力が育ってきたらちょっとやっていきましょう。で、5600ソウル。これはレベル上げに使えるよね。レベルを1上げよう。いた。で、何気にね、ちょっとやっぱり時給も必要だなって思い始めてきてるんだよね。時給、スタミナ100。OK、5500必要か。ちょっと覚えておこう。ステータスでも見れた気がするけど。で、ちょっとまだ大盾装備していきます。じゃあ、転送で、道半ばの砦。だこのさ、右に人がいるの何なのこれ。何の印？わかんねえや。いいや。では、生贄の道。もう少しやっていきます。で、盾がね、カット100じゃないのと、この前、銀騎士じゃなくて黒騎士の盾手に入れたじゃないですか。よくよく考えたらさ、重量足んなくねっていう。絶対出てくる。重量見てないけど、騎士の盾よりは絶対重いはずだから。あ、強い。減るけど、受け能力高いから、全然のけぞらない。うん、まあ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 。楽なもんよ。よし、突き進んでいこう。これさ、この前左行ったっけ、こっち。あ、これはもうすぐ、こっちの地帯に行くのか。じゃあ大丈夫だな。行った。真ん中の方突っ切ってないんだよね。だから、まず早急に倒す。で、スタミナをちょっと回復させないと武器が触れないから。あ、カニがいるし、アイテムはただある。カニってどう？ちょっとでかっ、でっか、待って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 、でかい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 。なんだよこいつ。陸地には上がってこないでしょ。どう考えても上がってこないね。指で倒そう。マジかよ。めちゃくちゃ時間かかるんだけど。いいや、ちょっとまだ始めたから。あ、まあ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 、勝て。いて、強えんだけど。でかっ。さて、あのカニ対策をどうするかだね。まあ、まず周りの亡者は絶対倒しとかないと邪魔になる。で、コガニはあまり脅威ではない気がする。あと、大影がね、一つでも手に入ればクレイモアが鍛えられるんだけど、大影はまだ貴重か、かなり。これ右から降りてさ、ちょっとダメージ減るかもしれないけど。てか、ワンちゃんもいた。倒したね。で、後ろから狙ってった方がいいんじゃない？こっち方面から。気づかれた。行って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 。割と、索敵能力広いな。結構感づかれる。そうで、アイテムが欲しいんだよね。アイテムが欲しいんだけど、カ
カニ結構いるな。あっちにもアイテムあるな。カニもいるけど、これ回収しよう。まず回収して逃げよう。お、ソーモン盾、マジか。かなりいいのゲットしたな。ソーモン盾に切り替えたい。来た、気づかれた、気づかれた。よっか。でここはまだあれだよ、あの深みじゃないからそんなに動きが遅くなるってわけではない。どっかにアイテムなかったっけ。なんか怒ってた気がするんだけど、ちょっと待って。あっ、がここ遅い、ここ遅い。もうドスになっちゃう。うわー、逃げろ。ちょっと陸地まで転がれ。スタミナ回復力が早いのはいい。緑化の指輪があるから。カニは弱い。カニほっといた方がいいのかな。ちょっと前方にもアイテムが見える。多分全部回収してないけど、ちょっと無理だな。逃亡者一式って感じ。逃亡者って何。あっちにもアイテムが見えんね、いろいろ。目に見えるものは拾っていこう。じゃあこれ、旅人の大きなソウルだ。そこにも見えるけど、これ多分段差でいけないよね。いけないから上から行くっていう感じかな。でこっちの方にもアイテムがあった気がするんだけど、あれアイテムだよね。ここは浅いから走れる。カニがいっぱいいるけど、緑化層、カニ、カニは全然。ちょっと待って、気づかれてんだけど、デカガニに。いや大丈夫か。来てる。一応ここら辺がリミットオブエリア。多分陸地には来れないっていうか、落ちたところがあったよね、こっち。デカガニ、げ、超来てんだけど。ちょっと待って、陸地に上がろう。いて。なんだよ、すげえ厄介なんだけど。こっから弓で倒す。いや待った、あの全然ダメージが通らないんだよ、弓とか。諦めよう。こっち側は戦士たちの眠りで魔術ゾーンか。ファランのなんとかっていうよりはこっちは魔術ゾーンだよね。で上に行こう。まだ行ってないはず、こっちは。ちょっと待って、左に行ける。これ多分あれでしょ、アイテムにつながってるでしょ。あそこにアイテムがある。てか魔法撃ってきてるやつがいる。槍が強いんだよ、やっぱり槍が。でもここだったらさ、なんかファランのところから来た方が近くない。金ワシのコタテ、コタテは俺はもうパリーを使いこなせないからね。どっちから行った方がいいんだろう。ファランに行くべきか魔術に行くべきか。ちょっと魔術はわりかし探索してあるからね、進んでいってみようか。せっかくだから、今こっちにいるから。でお前らマジなんだよ。こいつがあれか、魔術系強えな。ヒットポイントが高え。でこっち多分アイテムあったとこだよね。あれ違う、どうやって行くんだ。ここで繋がってるかなーって思ったけど、これを右に行くの。え、関係なくね、降りちゃったよ。もう一個上だから、だからどうすんだ。多分1個上がって、階層的にはこの階層なんだよね。ちょっと施し使って回復します。で全然違う、これ上に上がっちゃってる。こういうとこ行けないから、なんかモワーンって隠し通路が。ここも違う、降りるってわけでもないしな、降りれないしね。多分あの上行けばでも降りられそう。え、隠し扉とかじゃないの。いやこれマジ取り方わかんねえわ。こっち側から見てもいや謎だな。ちょっとあれはわからない、一回スルーしよう。
て、いや結局これ、あ、こっちから行く、もしかして。あ単純な話だったわ。あ、犠牲の指輪か。まあちょっと使いどころがわからないからね。でどっちに行くの、こっち進ん、お、結晶トカゲチャーン、あ、引っかかった。よし、結晶の奇跡、結晶派生か。それもちょっと扱いが難しそうだな。あいつ後ろ向いてんな。逆から来たのか、俺は。縦剥がし。賢者がある。あー、なるほどね。あ、それでここに来たのか。この前左からこうずっと回ってきたけど、こっちからも来れるよ的なやつ食らっちゃったけど。でここは厄介なんだよね、やっぱり。エスト飲んで、でそう、こっから落ちたんだよこの前。どこだこれ、多分これ、この穴で。魔術使いが結構いるのが厄介。痛い。あの小さいソウルの矢みたいなの打ってくるのが超早いんだけど。やばい、やりや、やりがちでやばい。危ね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 、ウエストビンなくなっちゃったよ。ちょっとちょっとちょっと出して倒す。もうこいつマジックアギレか。いて、意外に杖の攻撃力当たるんだけど。こいつは槍。オッケー、なるほど。でこの先はまだ行ってない。で広場に出てきまして、なんだ、ちょっと待って、決勝の功労とかボスかよ。ちょっと誘導誘導。いやー、しかも決勝張られてるよ。冬これ柱で、うん、あ、いやーボス、キリがないの勘弁してほしいんだけど。キリないボス結構あるよね。てかどうしようこれ、なんか上に飛ばさなかった今。あ、俺対策だな完全に。これ施し使える今で。ソウルでもう飲もう。なるほど、うお、冬はでも走ってればまあなんとかなるか。近づいちゃえば、ちょっと待って、近づいて、魔法ボケ消えたよ。あ、ああなるほどね。で多分どっかから現れるから、その隙にやっぱ近づく。で近づいちゃえばなんとかなる。よし、まず発見を第一だな。発見第一にして速攻で近づく。こっちだか。うわー、逃げられた。なるほど、そういうこと。危ねえ、どこだ、しこ、え、待って、そういうことか。なるほど、本体を見極めろってことね。どれが本体。いやでもいきなりボスは勘弁してほしいよね。もうエストがそもそもなかったからさ。じゃあどうするっていう感じ。さっきの決勝の功労に挑むのか、まあ、ファランの道へ行くのか。まあ、決勝の功労はちょっとボスだからね。ちょっとファランの道も進んでみよう。ちょっと転送してファランの城塞、ここに行きます。でファランの城塞、これ大盾でいいの、そもそも。そこが微妙。
確かに受け地能力ってかさ、なんか嫌だな。え、ヒル3つの火を消せば狼の知恵、扉が開く。これなんか炎の論争の方がいいかな。ちょっともう弱いけど多分。毒、毒地帯か。ちょっと待って、苔玉が欲しい。そうするとヒル、いて、攻撃力自体はそんなに高くないけど苔玉を落としてくれないと厳しい。ボロ布、ボロ布はね毒耐性高いからね。どうしようかな。ちょっと道を見つつ毒にならないように行こう。陸地のルートで取っていくか。アイテムあるね、取りたいな。これは何でもない。あのアイテム欲しい。いいか、ちょっともう死を覚悟して取って、取れねえし。かけら2つ、あっちにも見えるな。ちょっと待って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 、よし、ここなったらとりあえずは毒にならない。で、あっち、これ毒のさ回復速度もさ通常時だったらだいぶ遅いからね。なんか沼地が続くね。っていうかその沼地がかなり気色悪くなったところに出てきたな。あのアイテム取って、左のあの奥のアイテムも取りたい。とにかく今アイテム回収してなんかね強くなれるものが欲しい。特に大賭け、今最高に欲しいのは大賭け。エストのかけら、これはこれで悪くない。ポイズンで毒はまあそれほどの脅威でもないし、かけら、大賭けくれよ。これ上に登ってったらなんかありそうだな。毒の減りの速度がそこまで速いわけじゃないんで。てかなんだこいつ、これ気持ち悪い。今が出てきた。強靭はそんなにない。呪われし、頭が呪われて、ってか大盾やっぱりね受け能力高いわ。減るけど、え、これ何、これ公式のメッセージなの？3つの火を消せっていう、3つの火が分かんないな。あっちにもアイテム見える。だいぶこうマップが広くなってんね。なんか復活しだした。まだいる、まだいる。じゃあ断末魔かこいつのアイテム腐れ。ここら辺もでも松ヤニが効きそうな気がする。結晶のコローはどうなんだろうね。あー、ここなんか砦みたいな感じかな。沼地の中に建てられた砦。あ、こっから入ってきたんだっけ。こっから入ってきてので、こっちへ降りて行きのっていう。一回ちょっと施しを使おう。まだここら辺はね浅いね。でアイテム、かけら、かけらマジで大量にあるな。何か一個別のやつ鍛える。そうすると、あ、ここ重い。上に上に行きたい。アイテム回収、アイテム回収。グレソ、やべえ、使いて。グレソはかなり好き。扱い難しいけど。で犬、犬の毒バージョンかこれ。いや犬、犬か、なんかちょっと人が凶暴化したような感じだな。沼地で戦いたくないんだよな。オッケー、まだいるわ。引っかかってきた。ちょっと飲む。いや重い。地形把握も重要だな。全然地形がわからないから、今自分がどこにいるのかっていうのが。これ何、落ちた、いて、しかも食らった。逃げろ。あのアイテム、アイテム目指して追っかけてきてる、追っかけてきてるな。
くれくれ、まだいる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 、どんだけいるんだよ。なんだこいつ、え、マジ何こいつ超ぴょんぴょん飛び跳ねんだけど。アイテムを目の前に、これ取りたい、かけら、いやマジかけらだらけだな。あれここ来たっけ、なんかどっから来たんだかわかんなくなっちゃったな。ここ登った、登ってみよう。この先待ち伏せ右、あいる、いや踏み潰してきた、踏み潰して来ようとしてた。これで施しはなくなったけど、まあ、エストは3つ、あ毒苔玉、まあ2つか。こっち側にはない、あ、え、ちょっと待って、かがり火っぽいのがある、あったよね今。その前に、その前に3人衆、しかもめっちゃ毒ってる。あ、来れないか、もしかして来れない、そんなことある。いやもう毒とか気にしない、ポイズン、いやまあポイズンだったらしょうがないよ。よし倒した。で、あのもう毒の噴射、こいつはもう近づいて一気に叩く。よし、とりあえずかがり火に行けたんで、全然わかんねえけど、かがり火万歳で、スワローもこれは、いや全然探索できてねえな、城塞跡めちゃくちゃ敵近いんだけど、放っておこう、先へ進む。一応横に行ける、なんかある、あ、そういうことね。いや広すぎるわここで、こっち側もまあ行けるよと。で敵が左あり、でなんかアイテムっぽいのが見えたんだけどな、あれこれなんかすげえ大扉だな、絶対開かないでしょこれ。一応行ってみよう、あ、これあれか、3つのなんとかをすれば多分開くっていう扉か。1つの火も見つけてないんだけど、あ、あれ違う違う違う、関係ねえか、これなんだろう、ちょっとめちゃくちゃ恐れず、気持ち悪さに恐れず立ち向かう。全員駆逐した、よし全員駆逐したね、わあやった、不死の遺骨、これは来てよかったよマジで。ちょっとこれ縦振りにしよう。いやだからこういうところをちゃんとねアイテムを回収したいのよ。あの不死の遺骨とか逃したらなんだよ、またわけわかんねえよこれ。いやそこにも変なやついるよ、どうなってんだよ、痛い、どうどう、上行こう、もう自分が今どういう状況なのか全く把握できていない。そしてまためちゃくちゃ、え、めちゃでかいとこに入り込んでるけどいいのかな、これ誰の家、よいしょ、眺めはいい、見渡せる、これがいわゆるファランの城塞かな。いやめちゃくちゃ突き進んでるけど入り口がない、あれ化粧化粧、トカゲちゃんトカゲちゃん、よし OK、 おお光る光る、1個手に入れたな。かといってあのなんだっけ、霊気ソードを鍛えるかって言ったらそんな気にはなれないよね。あれに光るを使うのはもったいない、なんか光る今回結構貴重そうだし、これいけんじゃねえか。しかもえなんだ、え一応ちょっと灯し下げ灯しとこう、どうしようかな、かがっちゃうかどうか、5つあるからね、ボスじゃなくて敵が復活しちゃうのが、えファランの何、
狼、制約、不死体の礼儀、制約を願う、願わない。あそこにアイテムか。そしてここエレベーターか。なんかどんどん来ちゃってるけど、どうなんだ。いや、めちゃくちゃでけえな。俺は今マジでどこにいるんだかわかんねえ。もうちょっとやっぱりここ探索したいよね。とりあえずかがり火見つけたんで、まあいいでしょう。で、かがり火に触れたけど座ってないんで、こいつらは復活してないはず。ここにいたヒルどもは。アイテムをもう少しちょっと見ていきたい。あ、なんだこれ、剣幕。ちょっとわかんねえ。もう少し落ち着いてから見よう。これはスープ万歳は。ああ、スープよ。なんか回復したのかな。太陽のタリスマン、残念ながら太陽進行ではない。狙撃ポイントだと思うだろう。確かに思うね。こっからだったら狙えそう。あとあっちにもなんか、あっちとかあっちとかにアイテムが見えるな。よし、次はあのアイテムを回収しに行こう。うわ、こいつはなんか沼から出てくるね。で、あそこにでけえやつがいるわ。かけら、あっち。いや、こういうのなんか灯すのか、灯すっていうか壊すのかなーって思ったけど全然違った。3つの炎がなんちゃらかんちゃらをどうやればいいんだ。で、こいつでかっ。近くに来るとマジでけんだけど。帰りだけ回収しよう。かけら2つ。いや、かけらだらけだな。もう多分1個プラスにできるね。まあ、なんか鍛えたいものが来て、なんか来てた。ちょっと待って、今思う。もう振り返らない。あ、来てる。あった。ちょっと待って、ちょ、怖い。逃げろ。こっちまで来る。なんかダメージ食らってんだけど。待って、これだけ回収させてください。機関と言えたけど機関はしない。痛い。やばい、死ぬ。あいつはでも来れないから、まずちょっとこいつを排除する。排除した後、弓。あ、ちょっと待って、魔法使ってくんのはちょっとずるいよ。魔法はずるい。弓一築しようと思ったのに。なんだこいつ、デーモン。めっちゃ引っかかってる。はい、余裕。なんか落とさないから。てか普通の敵っぽかったからな、見た感じ。まあ普通の敵だね。で、この先へ進んでいけと。さっきのファランのなんとかがいたところは何だったんだろうな。アイテムはすげえ見えるんだけどな。どうなんだ、毒が厄介だよね、やっぱり。重いし、しかも。わっ、げえ、バチリスクいんのかよ。ちょっと待って、それは想定外。いや、来た。こっちまで。来る。しかもさ、息の吐き方がえぐい。ちょっと待って、逃げろ。ほら、怪獣石をせめて落としてくれれば。違う、なんか苔玉っぽいやつ。なんとかの実アイテム。いやー、バジリスク地帯でもあるのか、それは嫌だな。もう一瞬で毒になるよ俺。ソウル、あっち側には行けない。っていうか俺は今マジでどこへ向かってんだ。こっち行けんな。行けるけど、ちょっと待って、バチリスク。あっちのアイテム地帯に行きたいな。アイテムがいっぱいあるとこ。いや、鉄輪みたいなのねえかな。いや、またあのでかいデーモンがいるよ。あそこに行きたいの俺。
あのアイテム取りたい。ゲーバージリスク。いや、倒す。2発。いや、バージリスクいっぱいいる。修理かよ。1体ずつ行こう。しまった。待って。呪いまずい。呪いはガチでまずい。ちゃんと煙の外から攻撃をする。できちっと1体ずつ排除する。よし。うわ、死んだ。マジか、呪われた。これはやばいぞ。呪いってちなみに何？最大ヒットポイント減るとかだったらかなりやばいよな。グレーソー使いたい。どう？いや、わかんねえ。なんだ？単純に死ぬってだけ。しかもこっからだし。え、どういう状況になってる今。樹脂ってただ死ぬってこと？いや、なんかわかんねえな。わかんねえけど、しかもここまで戻されたかんな。パラン城塞跡、え、こっちの方が後なの？城塞跡に行こう。パランの城塞で、こっちが敵で、こっちもうちょっと前のところも見たいけどな。さて、あそこが、あ、遺骨くべたいな。こっちの方見てないんだよね。じゃあこっちの方、左の方行くか。左の方を探索して、で、本当だったら回収したいんだけどね。ソウル1、2、3、はい、アイテム、ちょっとまずはアイテムを回収。大影がせめて1個でも待ってくれれば。かけらばっかだな。まだかけらか。まだ台掛けをよこしてはくれないか。よし。いえ、あれ、カニここにもいんの？俺カニ大っ嫌いなんだけど。マジでカニが嫌いになったこのゲームで。かけら、あれ、こいつは普通に来た。かけらしね。カニ殺敵範囲広いし。ただしアイテムがいっぱいある。アイテムがいっぱいあるから、ちょっとアイテム回収したい。超いっぱいあるんだけど、何これ。え、白い枝。痛い。なんか投函みたいな手に入れた。ソウル投函いったい。これなんかめっちゃ白い枝だね。アイテムの宝庫だな。ちょっとここのアイテムはもう死にながら回収していこう。で、あの投函は多分魔術系だよね。一応見るだけ見ておくか。これ宵闇の投函じゃねえかよ。ウーラシール、守り人エリザベスの祝福により魔力攻撃力の威力を高める。魔力によりダメージも大きくなってしまう。あ、使わない。魔力とは俺には無縁だからな。さて、カニ対策もちょっとなんか考えないとね。どうやって倒せばいいんだろう。ケツ掘れっかな。全然掘れなかったわ。いて、あ、ポイズンになるのはしょうがない。で、ここから重くなるんだよ、とにかく。ちょっと待って、大きな、そうだ、これはなんか松屋にこうやって入れた。さらにそっからこれも見て、回収したかったけど回収できなかった。いや、このカニマジで厄介すぎでしょう。今度こそこれは取りたい。残り火、まあ、来てよかった。あれ多分、ああ、強い。大盾強い。あ、なんかこれ触れてやろう。あ、チャンスじゃない。
あ、おー、マジ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 、あ、やった、指名取った、カニ、あ、え、たったすぐ竜の指輪くれたんだけど、いや、使わないけどね。じゃあカニ最初にいたやつ倒しておくべきだったか。まあ、これ枝だよね多分。予想はしてた。カニ近づいて大盾やっぱ強い、受け能力高い盾は強い。ってことはやっぱり黒騎士の盾早々に扱えるようになりたいな。ただカニを排除したってことはここら辺の探索がそこそこできるんじゃないかと。キノコがいる。これあのキノコだよね、ダクソワンにいた。え？キノコ地帯になってんだけど。なにこれ、古老のスクロール、あれかな、魔術を増やすってやつかな多分。いやー、こいつ、ちょっと待ってよ、これは欲しい、欲しいけど一体ずつ釣る、一体ずつ弓で釣ろう。で、まあ、最悪取れればそれで死んでいいからね。こいつ釣る。でその間にこっちから見て、甘かった、飲もう。よし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 って、でさらにこいつも逃げる。で甘かった、甘かったけど、うーわーこれ欲しい。じゃあ次は強引に突っ込む、突っ込め。ちょっとわかんねえけど、どこだアイテム、アイテムどこ、アイテム、アイテム、わからんぐちゃぐちゃすぎる。もうちょっと奥だったか。やっぱり釣ろう。ちょっと待って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 、お前なんだ。気づかれた、いや気づかれたのは別に承知の上で。こいつ倒せんの、これ魔法が多分厄介。魔法は木でな、いや近くに行っても変な、さっきのヘドロみたいなの打ってくるんだな。いや無理だ、だ弓で撃ちます、こいつも撃ちます、でこいつも撃ちますって思ったけど多くのやつ当たってなかったわ。来た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 、これをまずなんとかかわす。いってー、でエスト2個飲んで、いってー、もう2個飲んで、いやこれで、うわー、出せ出せ出せ、すげえ微妙なやつっぽかったけど、ちょっと待って、どこまで逃げ切る。紫の奇跡みたいなやつだったよね、巻いたか、あ引っかかってんね。あいつは結構でかいから引っかかってるところで相手すれば、でこれ多分、あー分かった分かった、道は把握した。けっけっ、ひどい、うわめっちゃかきむしられて、これ死ぬんじゃねこれ、いって、えってか赤いやつじゃん、だからか、結構赤系多くない今回、厄介なやつ。ちょっと手に入れたやつだけ確認しますか。指輪ではないよね多分、指輪ではない、ただのさなんか苔玉な気がするんだけど、どれだ？紫なんとかだったよね。ゴミくずでもないし、いや苔玉ではない、なんかね紫色の、え、なんだ、あ毒の奇跡か、毒武器を作れるやつね。うん、まあ使わないは使わないかな。牢の鍵も使ったし、墓地の鍵もやったしね、あとこの2つか。じゃあちょっと戻りますか、
戻っていろいろ考えよう。次にどこに行くか。古老のボスを倒すか、要はこっちへ進むかなんだよね、今の選択肢としては。でこっちがちょっとただ広すぎてわけがわからんっていう。でボスは多分人呼べるから、いたやつ、カリムのやつ、人呼んで倒しちゃうっていうのもありだよね。エストビンの強化、アイスのかけらもあったか、そういえば。あれ何個あったからのこっちか、くべるんだよ。でプラニになればまた回復量も増えるし、古老のボスなんかいけそうな気がするんだよね、うまくエストビン併用すれば。というようなところで、じゃあちょっとね、いろいろなんかどこ行けばいいのかよくわかんない状態にはなってますけれども、次回は魔術ゾーンのボスに挑みたいと思います。というところで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。